はい、どうもエルザレットです。それではモンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。そうですね、今地帯レベル上げてたら団長に呼ばれたので調査班リーダーですね、ちょっと話聞いてみたいと思います。もう新しい情報、先日導きの地の森林地帯で未発見モンスターが出た。お、来たねー。おー、懐かしい。ヤンガルルガか。ドスとかピーとかね、あのあたりのやつだけど、コクロウチョウか。はー。ヤンクック出ずにこっちが出るっていうね。まあまあ楽しみだね。こいつ知らないモンスターだ。どんなやつなんだろう。いや、こいつは久しぶりだな。傍若無人ね。やった。ってことは、ヤンガルルが意識作れるのか。うわぁ、懐かしい。さあ、そしたらヤンガルルがさん、ちょっと討伐行こうと思いますので、ちょっと準備していきたいなと思います。少々お待ちを。はい、では準備の方ができましたので、やっていきましょうかね。今回特別任務ではないのか、任務か。で、傍若無人がやってきたということで、ヤングルルガ、ヤンガルルガだね、討伐していきたいと思います。場所は導きの地ということで、やっていきますか。まあ、懐かしいね、キャラ的にもね。まあ、どんな感じで、いけるのかっていうところだね。ちょ、ムービーもちゃんと用意されてそうな気はするね。救難はすぐには出せないだろうな。あとね、ヤンガルガは足が結構いろいろ組み合わせで使うんでね、そのあたりも作っていきたいなっていうところですね。あとはそうだね、導きの地で言えば、ちょっとランク上げていかないとなかなか歴戦系が出てきてくれないんで大変なんですよね。できるだけ大量に調査集めてどうにかしたいなっていうところなんで、あとマスターランクも解放しないとね、導きの地はレベルが上がっていかないんでね。やっぱ、イベントあるみたいですね。ああ、どっちかな？上かな？すぐだったね。おー、いるねー。いやー、しゃくれて。おお、イビル城。いやー、どっちも獰猛なモンスターだからね。ああ、ヤンガルルが投げられたね。
そうか、ミニ戦必須か。いや、このご対面はちょっと面倒くさいと。しかもさらに来たね。うっそーの。すまんね、バフロスさん。縦に刺してます。おお、ちょっと強くなりすぎじゃないですか。見て、気になったな、クラッチ黒食らうのと思ってね。ドンとちょっと行ってみよう、行ってもらって、スタミナだね。あ、飯、あ、飯食ってきてる。いやー、ちょっと仮ですね。あ、この後は尻尾が来ると思ったけど、いや、邪魔だな。こう導きの地は結構邪魔が多いからね。そういったところで苦労するよね。食ったな。その攻撃パターンは健在か。おお、くちばしから行くんだね、そのドーンってやつはね。危なっ。さあ、尻尾を、これはちょっと よし、そのまま当たんないか、ダメか。さあ、ガルルガさん、こちらへ。いやー、それ強いね。常にお怒りみたいなもんだからね、こいつは。さあ、どう来る？そう来たか。
結構攻撃パターン変わってるね、過去作に比べるとね。言いたいね、それは。よし、これでまずその面倒な尻尾をもらいたい。いやー逃げるか。やっぱ強いな。まあその方が面白いんだけどね、普通の任務クエストならね。お、入ってきましたね。あれ、こいつは先行は食らわないイメージなんだよね。来るか。おだい。ナイスにゃんこちゃん。めったに負けられます。やっぱ尻尾は壊れるまで時間かかるな。お、どうした。当たんね。とりあえずそれで頭壊せれるから、よし、ナイス。さあ取っときましょう。ああ、陣を。こいつスタミナがあるからな。これでだいぶ、あとレアは耳。二段階破壊のはずなんだよね。くちばしに傷が入って次耳だっていうのが記憶が。
できれば頭で。さあ、いいところと、その V 波帯がどこなのかってことなんだけど、どんどん追っかけていこう。ダメか。お？痛いな、その本。方向違う。でも V 破壊はしてる。翼か、次は。ドン。翼勝てえな。やっぱ解毒は漢方の方が良さそうだよね。やばいな、今回のガルルがどこまで壊れてるかがよく分かんないね。翼はまだ分かるんだけど、頭がさ、分かりづらいっていうかさ。おお、大爆発。城で弾かれるってなかなかだよ。ファイヤー。ちなみにガールルカって捕まりかつけ、って言っても別に持ってきてないんだよね。はいはい、そうだね、せっかくだからちょっと捕獲狙ってみよう。
どうだったっけ、なんかしびれ罠は聞いたけど落とし穴はダメだったみたいな記憶なんだよね。一応両方持ってきてないか。遠いな、危ない。回避性能なかったけどうまいこと避けれたね。痛いねそれは。いやー、その突進はなかなかやな。一瞬だったな。ライフ高くねか？右が倒れた。やってみよう。おお、いけたね。ありがとうございます、野良さん。いやー、やっぱ耳は畳むんだね。ここはね、やっぱ従来通りなんだね。いやーでも面白かったな。体力は高めだねやっぱね。さあ何が手に入ったかな。重覚、人王、重覚、強欲。あ、やっぱ翼出るんだね。人王、これか、生かしたくちばしね。あー、やるがのハンマー出るかな、頭のね。重覚、あつり、イニシエ、あー、ここあたりは赤。これかな、銀狼も。ここら辺がレアになるのかな。でもレア度10なんだよね。まあ、くちばしもレアだろうね。このあたり、まあ、ここら辺だろうね。やっぱね。いやー、弓に関するものが欲しい。まあ、通撃とかでもいいから、とりあえず欲しいね。まあまあこれで無事ヤンガルルが討伐成功と
いう感じですね。いや、いいこと。まあ、ついでに装備も見ますか。多分過去作と同じなんじゃないかなと思ってるんだけどね。あ、そうだ、まだ撮ってなかった。さあ、特に報告も行かなくていい感じだね。じゃあ装備見て、行きましょうかね。まず体験で武器から見ていきましょう。新作が増えたっていう感じではない。んじゃ、あれ、新しいマークが、あれ、ないよね。国老ってないよね。あら、もう見つけ嫌いな感じか。まあ防具見ましょうかね。防具がガルルがありましたね。これは何が、あ、やっぱ地獄耳か。耳出なかったね。あ、違う。でも、地獄耳はでもそうだね。出てないね。もう一段階ぐらいかな。さあ、どんな見た目。あ、やっぱり、これは、昔と一緒だね。あ、やっぱこれなんだね。こっちはガンナーか。ガンナーの方はちょっと、ベータの方は変わった気がするな。で、つくスキルが、見切り耳栓、逆恨み。匠はちょっと違うかな。今装備してるのがあるからね。まあ、やっぱ耳栓特化的な感じか。うん。ということで、はい、今回ここまでとなります。まあ、ヤンガルーが倒してっていう感じなので、また導きやってるとモンスター増えてくるんだろうね。そうね、ランクも上げてちょっと解放しないと戦えるモンスターが変わってないんでね。ちょっとそのあたりはしっかりやっていきたいなと思います。ちょうど捕獲したからここにもいるね。はい、ということでここまでご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。